ッテンです今日はこちら名古屋大学2023年理系第4問の問題を初見で解いていきたいと思います是非一緒に考えながら見てみてくださいでは解いていきます n を正の整数密伝数として n 字の正式これ xx たす1でどんどん足していく感じですねで n-1 まで足すとこれを展開したものをこう表しますよと p n x っていうのを これが xm の係数まあ最初は x がかかってるんでそうか一番低いのが x の1次の項なんですねで最高が n g になってるとそれが足されていて係数をこれで表しますと言っていますで括弧1等式これこれを示せで括弧2は等式を示せ二項係数が出てくるんですね でカッコ 3k イコール1から n までに対してこの等式が成り立つことを示せという問題ですはい、ではやっていきましょうカッコ1等式これこれを示せとまあこれはもう明らかにこの形から今回示したいのがこれなのでまあこれは x イコール1としたくなりますねなので pn1 を考えるとこれはこの 定義の方ですね、こっちからいくと 1×2×3×n までということでから N の解除になります。まあ、よりというか詳しい答案次回書きますが、まあ、これで終了ですでは括弧に「等式これこれを示せと」と二項係数が出てきてここが x じゃなくて x +1 になるんですね そしたらどうなりますかという問題でまあ実験しておくと pn っていうのがもともとの定義の式から分かるのでそこに x+1 を入れると x だったとこが x+1 になるとここが x+2 になって最後は x+n-1x+n と x, x がなくなって最後は x+n になるんですね。 これがこんな形になることを示したくて PNX と比較をしていきたいと。でどういう関係になっているかですねその B この BNBM っていうのはなんか具体的に考えるのは無理そうなんでそうですねまあこれを展開しようとするんじゃなくてこれとやっぱり PNX ととの関係を考えていいきたいとつまりこれも結局そうですね1次式から n 次式であるっていう1次から n 次までの項が出てくるっていうのは変わらないので何か係数を比較していきたいということですね。で関係としてはでもこれあれか x と n でこればらけさせると x の方を展開すると pnx になるわけですね。で n かける こうなのでちょっと x0 ありえるんで書き方としてはまずいですがこんなイメージもともと x かけておきますか x かけておくとここが x になってくるんでこういう等式が成り立ちそうですねまあでもこれはそうか別に今みたいに展開しなくてもまあ x かけたらそうかまあここまでが。 pnx なのでこの形になりますねでそれぞれ pnx+1 とか pnx を b 使って表すとこれが成り立つとでこれを展開していけいや違うか pnx+1 を今回求めたいので、まあ、これは残せばいいのかってかこれなんかカッコ3で使えそうですね 今よく方向性がわかんないんでいろいろとガチャガチャ実験をしていてなんかこれカッコ3で使えそうなのでまあまあちょっと置いときますか。x で割りたいと PNX+1 を求めたいのでんー割ったとしてもあでもやっぱ C は出てこないですね。で今これを書いて思ったんですけどこれを展開すると C が出てくるのかこっから C が作れると今なんとか。 この P n x の形になんか合わせにいったんですけどそうじゃなくても直接 P n x す1で X す1入れてもうこの形からこれ二項定理で C が出てくるのかっていうのに今気づきましたなのでここを展開しましょう二項定理からこうなりますで なななののでここれれを書き下せばこれになるのか pnm で書ければそうですね同じ感じになるので別にこれいらないですねもうえっ、ー、とちょっとこの上側かは多分んカッコ3で使うんで一旦置いといてカッコ2の答案としては pnx+1 というのは。 b の方の定義式からこうなっていて、まあ、1たす x で書くとこの展開が分かりやすいと思いますけれどもこれただの2項定理で展開するとこうなるとでこれは分配ですね分配していくと右辺と一致しますねと,となって証明終了ですではカッコ3カッコ3で多分これ使うんじゃないですかね c 出てこないですし k=1 から n までに対して これこれが成り立つことを示せと。いや、これ使わないか。んと ?n+1 を作りたい。n+1 を作りたい。これで、んと、n+1、pn+1x がどうなるかというと、最後が x+n なので、あそうかだから、これが、これ pn+1x なんです。なので、 pnx+1 に x かけたやつと pn+1x を比較すれば係数比較すればここが確かに n+1 のやつがなんか出てきそうだなという感じですねちょっとその路線でとりあえずは走ってみましょうこれは高等式ですよと式が完全に一致していきますでこれをどっちもですね、まあ、b の形に持っていきたくて 左側は括弧2の結果を使うとで右側は定義からこうなりますです。N、1かでこれが高度的に等しいんで係数比較していけばなんかこれができそうだという感じです。なので 何を比較すればいいかというとここから右側のこの添え字が k+1 を作りたいんで xk+1 乗の係数を比較すると多分この等式が出てくるんでしょう。比べると、まあ、1が難しいか、まあ、2の係数はもちろん n+1bk+1。1 B K 1 これは OK ですよね、えっと。K が1から N までなんで、x 2乗から x N 足す1乗まで。で、えー、それは確かにあります。なので大丈夫。で、一の方がどうかというと、これ、ややこしいですね。これ、M についてさらに足していくと、X の形状が、違う違う X の K 足す1乗なので、 どこから足されてくるかなんですがもう抽象的すぎて分かんない時はもう書き下して具体的にやるしかないですね。m が1の時ここまでしかないと m+1 乗までなんでで m が2の時ここまでって感じでやっていくのでえっ、ー、と m が k− 違う違う,違う今回 k+1 乗が出てきてほしいので m イコール k の時初めて x, て x k 1乗の項が出てくると xk+1 乗の項が出てくるとこうなりますね。でそこから n までいくと m イコール n なのでこうなる。 どんどん続いていって ncn が出てくるまでいくんですけど X 1乗の項はあくまでもこれですこれイメージでいきますかねなのでここを足したものが xk+1 乗の項になってくるのでこれをあと具体化すればよくてなので xk+1 乗の係数はあれ b じゃない<ー>すいません問題の内しまいでこれ B じゃななくて C でした。なんかかなりきれいにだけど違うなと思ったんで見直してみたら C でしたと。なのでこれを足したものなのでこれが1の x k たす1乗の係数になります。これですね。で行動的に成り立ってて同じ x k たす1乗の係数っていうのは等しいはずなので代が成り立つと。 いう感じになりますはいまあ PNX が2通りと表されていてどっちを使うかっていうのもややこしいですし、まあ2の方針ですよね自分はちょっと遠回りしちゃったんですが、まあ、それは結局カッコ3に役立ったんでよかったですがまあガチャガチャと手を動かしてやってみるしかないかなと。まあ、どうやれば2項ース出てくるかっていうのが一つ発想の取っかかりに自分の場合はなりました。 で3に関してもですねどうやったらこの n+1bk+1 が作れるかなっていうところからやっていって、まあ、あとは高等式の、まあ、係数の扱いでこれはよく出てくるテーマですかねであとはめちゃくちゃ文字が多くて抽象的なんで具体的に書いてあげるとこのシグマの形でまとめやすいかなと思いますちょっとすいません問題文が間違っててちょっと混乱してしまった方は申し訳ないですでは次回ですねしっかり答案を書きながら 解説していきたいと思いますでは今日もお疲れ様でしたありがとうございました